ねえねえ、マリサ。なんだよ。今いいところだったのに。そんな簡単なゲームに41回も挑戦しているから、手伝ってあげようかなって思ったんだよ。小さい親切でしょ？大きなお世話だ。せっかく木星の探査機のジュノーの記録を抜こうと思ったのにな。ジュノーが何か記録を残したの？ガスの中を通ったとかだとすごいよね。もしそんなことができていたら、全米が泣いて喜んでいるだとうな。まあ、ジュノーが探査したのは、木星とその周りにある衛星だな。ガリレオ・ガリレイだね。ああ、そうだな。では、この探査機のジュノーについて紹介しよう。それではスタートだ。このジュノーは中規模の太陽系の探査をする、ニューフロンティア計画の部分として、2011年の8月に打ち上げられた。11年前に打ち上げられたんだね。そして、5年後にジュノーは木星の軌道に乗ったんだよ。地球の衛星のように回っているってことだね。そんな感じだな。そして、木星がどのようにできたのか？そして重力場や磁場、極付近の実験の詳細を探査するのが目的なんだぞ。この探査機のおかげで木星のことがわかりそうなんだよ。ああ、そうだな。ちなみにこのジュノーには、天文学者のガリレオ・ガリレイを記念するプレートと、ローマ神話の神ジュピターと妻のジュノー、それとガリレオに似せたレゴ人形が乗っているぞ。私より先にレゴが宇宙に行くなんて。まあ、仕方ないだろう。レゴで宇宙船を作ったらどうだ？そうね。レゴで作って宇宙に。って行けるわけないでしょう。ところで、ジュノーはどうやって木星まで行ったの？なら、ジュノーが地球から木星まで行った経路も紹介しよう。2011年の8月にアトラス V ロケットで打ち上げられて、2012年に8月に地球スイングバイに向けた、初めの軌道修正をやろうとしたんだが、エンジン噴射後の促進剤の圧力が想像以上に高くて、2回目のスイングバイを延期したんだよ。やっぱりトラブルはつきものだね。だが、その10日後に軌道修正をしたんだよ。そして1年後の10月には、地球表面から 558km あたりまで近づいて、スイングバイをしてから、時速12万 km から時速14万 km に加速したんだ。いやいや、規模が早すぎるんだよ。宇宙規模は規格外だからな。だけど、ジュノーは再接近してから10分後に何らかの理由で故障を検知して、セーフモードになってしまったんだよ。探査機って本当に賢いよね。まあ、この期間は2日間続いたんだが、軌道の変更自体は成功していて、ジュノーは木星に向かう軌道に乗ったんだよ。いい感じに高速道路に乗った感じだね。まあ、そんな感じかもな。そして3年後の7月には、木星を周回する軌道に乗ったんだよ。そして、木星を53日間で一周する軌道を3回回って、木星の探査を始めたんだよ。木星の探査を始めるだけでかなり重労働なんだね。地球から8億8600万キロメートル離れているからな。そしたら、このジュノーが発見した木星の正体を覗きに行こうか。どんなことを見つけたんだろうね。まず一つ目は、木星が微惑星を食べながら成長したということだ。え？木星って食いしん坊なんだね。いやいや、どんだけ成長期なんだよ。木星は太陽系で最大の惑星だ。そして、ガスに包まれた木星の内部には、前に木星に吸収された惑星の赤ちゃんの残骸がたくさんあったんだよ。なんか、その惑星たちかわいそうだね。木星の重力のデータから、木星の誕生は惑星の形成の、初期段階に天体が合体してできたと予想されているんだ。この木星の誕生説には、ペブル起源説と微惑星起源説がある。この研究は、微惑星の説を支持する有力な手がかりになったんだよ。よく食べる子は育つっていうもんね。木星にそれが当てはまらないと思うんだが。まあ、この探査の結果から木星の内部には、重元素がたくさんあることがわかったんだよ。重い元素って何なの？重元素というのは、宇宙物理学で言うと、水素とヘリウムより大きい元素のことだぞ。他にも、炭素以上を表す場合などもあるんだよ。まあ、簡単に言うとチタンとか鉄とかだな。そうなんだね。それで現在の木星は主にガスでできているが、誕生した時は太陽系惑星と同じように、岩石が合体してできた惑星だったんだよ。木星も初めは地球のように岩石でできていたんだね。そうだな。そして、木星は岩石同士が合体を繰り返して、さらに、成長していったんだ。そして、太陽の名残である水素やヘリウムまで引き寄せてしまって、今のガス惑星の木星になったということだ。木星が巨大惑星になったのが分かってきたんだよ。
それで、もう一つのバブル説ってどんなものなの？ペブルな。このペブル説というのは、小さな岩が合体したペブル起源説だ。このペブルというのは、小さな小石という意味なんだが、宇宙規模での小石だから、私たちからすると、巨石と言える大きさだと予想されているんだ。確かに、宇宙規模で見ると感覚おかしくなるよね。たまにマリサも間違えてるからね。これからは、間違えないように気をつけます。それならよろしい。まあ、今回の研究は微惑星起源説を裏付けている。この説は、数キロの岩石を取り込むことで、木星のコアが作られるということだ。この木星のコアだなんて、どうやってわかるの？このコアは、太陽系の初期に存在した小さい天体で、木星に吸収されなかったら、岩石惑星の地球や火星の一部になってたかもしれないんだ。木星が吸収してなかったら地球と火星はもう少し大きかったってこと？そうなるかもしれないな。それでこの二つの説を確かめるために、木星の内部を覗きに行くんだ。木星の内部を探査しに行くんだね。でも、木星の内部って行けるの？木星の内部はかなり危険だからな。この探査には、重力データを組み合わせて内部を探るんだよ。また、とんでも科学が出てきたね。そうだな。地球とかの内部を探るには、地震計を使うんだが、木星には、地面がないから機械の設置ができないんだ。それに木星のコアでは、地殻変動が起きてる可能性は低いと予想されている。そうなんだね。てっきり木星のコアに行った人が、機械をつけたのかと思ったんだよ。あそこに行ける人はごくわずかだと思うぞ。この重力データの組み合わせは、ジュノーやガリレオが、集めた重力場のデータを組み合わせて、コンピューターモデルを構築したんだよ。私が一からドラクエのプログラム組むくらい大変そうだね。どっこいどっこいかもな。そして、この構築から木星と合体した岩石質には、重元素が豊富に含まれていることが分かったんだよ。この高密度の固体が作られることで、大気圧よりも強い重力が発生していると突き止めたんだ。真実は一つ、だね。急にどうしたんだよ。さらに、木星の重力のかすかな変化をもとに、木星の内部の、岩石物質の位置も地図に落とし込むことができたんだ。このようなことから、木星の重元素の質量は、地球の11個から30個ほどあるということが分かったんだ。かなり多いんだね。ああ、そうだな。これは、予想をはるかに超えるものだということが分かったんだ。これで、木星は微惑星を食べて成長した。微惑星起源説が濃厚になったんだよ。そうなんだね。でも、微惑星起源説はなんとなく分かったんだけど、ペブル起源説はどうなったの？このペブル説は、高密度の重元素を上手に説明できないんだぞ。ふむふむ。もし、木星がペブルから生まれたと仮説したら、木星は十分に大きく成長してガスが落ち始めると、その圧力によって、岩石が降りなくなるはずなんだよ。これによって、重元素は今回分かった量よりずっと少なくなるんだ。なるほど。だが、微惑星ならガスが落ち始めた後も、重力で引っ張る力がガスの圧力より強いから、岩石は木星に吸収されたと予想できるだぞ。この確認された大量の重元素は、岩石とガスが落ち始めるのが、同時じゃなければ説明できないとミゲル氏たちは話しているんだ。すごい発見なんだね。ああ、そして木星の内部と上層部の大気が混ざってないことも発見しているぞ。スーパーにあるドレッシングみたいだね。分離している感じだな。そしてこの木星の大気は、対流していると考えられている。この対流は、木星のコア付近にある熱いガスが大気外層まで上がって、冷えてまた落ちるんだ。そしたら、大気って混ざるんじゃないの？普通はそうなるよな。だが、今回のマップのモデルは、吸収した重元素が、おおよそコアの部分と、大気の下層にあることが分かったんだよ。このことから、木星は場所によって対流が弱い可能性がわかるが、詳しいことは、よくわかっていないんだ。これからの研究に期待したいね。ああ、そうだな。この木星の発見は、太陽系の他の惑星の、誕生した物語すら変えてしまうかもしれないんだ。そうなの？振り出しに戻るかもしれないんだね。この木星の重力は、太陽系最大の惑星で、他の惑星が形成に大きな影響を及ぼしたと予想できるんだ。そして、ミゲル氏は、木星は太陽系形成において一番影響力があった惑星だ。また土星、天王星、海王星といった巨大ガス惑星もまた、微惑星が起源である可能性もある。と話しているぞ。巨大ガス惑星の誕生が気になるね。そうだな。
そして、木星探査機のジュノーは、41回目のフライバイをして木星の画像をいくつも撮影したんだよ。その時の画像を元に作られたアニメーション画像を NASA が公開したんだ。木星がパラパラ漫画みたいだね。この時のジュノーが木星に近づいた時の距離は、約 3300km の距離で、最大速度は時速21万 km に達したんだよ。いや、速すぎるでしょう。そうだな。だが、このジュノーは最長で2025年9月には、観測が終わると予想されているんだ。あと、数年なんだね。そうだな。あと、数年でどこまで観測できるのか楽しみだな。楽しみだね。ところで、どんなゲームしていたの？スーパーマリオブラザーズの全クリをやっていたんだ。え？あれを40回もやっていたの？その時点ですごいと思うんだけど。霊夢も一緒にやってみないか？いやいや、遠慮するよ。